トン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 、野菜にトン、トン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 、魚にトン。皆さんコマンタレブ、はやみ、あばみちです。今日もよろしくお願いします。メールが来てますよ。今度誕生日なのでお腹いっぱいお子様ランチが食べたいです。それでは子供が喜ぶ豪華なお子様ランチをご紹介したいと思います。タッチでおしゃべり、スマートアンパンマンキッチンを使って早速作っていきましょう。アンパンズキッチン。ハンバーグから作っていきましょう。コンロに火をつけたらフライパンを温めておきます。フライパンが温まったらハンバーグを焼いていきます。焦げ目がつくまでゆっくり焼いていきましょう。十分焼き色がついたら火を消して盛り付けておきましょう。次はチキンライスを作っていきますよ。続いてはハンバーグの付け合わせ、人参のグラッセを作りましょう。人参は調理前にしっかりと洗いましょう。洗い終わった人参を切っていきましょう。トン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 、野菜にトン。トン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 、野菜にトン。切った人参も炒めておきましょう。こちらも盛り付けておきましょう。続いては魚のお刺身です。調理前にしっかりと洗いましょう。トン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 、魚にトン。トン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 、魚にトン。あー、これだと全然豪華じゃないですよね。なので粘土を使って料理を増やしていきたいと思います。まずは黄色の粘土を使ってポテトフライを作っていきます。黄色の粘土を細く切りましょう。完成です。盛り付けておきましょう。では緑の粘土を使ってレタスを作ります。よく伸ばしてから葉っぱの形にちぎりましょう。完成です。盛り付けておきましょう。次はオレンジの粘土でナポリタンを作ります。
よく伸ばして麺のように細く切っていきます。次はプチトマトです。赤の丸めた粘土に葉っぱをつけて完成です。盛り付けておきましょう。最後に目玉焼きを作ります。白の粘土を伸ばしましょう。その上に黄色の丸めた粘土を乗せたら完成です。盛り付けておきましょう。今日はこれで決まり。子供が喜ぶ豪華なお子様ランチの完成です。粘土も使ってお皿いっぱいの豪華なお子様ランチ。これはうまいですよ。いろいろな味の楽しめるお子様ランチ。ハンバーグも柔らかく、それぞれの素材の味がしっかり出ています。皆さんもタッチでおしゃべり、スマートアンパンマンキッチンと粘土を使って美味しい料理を作ってみてください。